それでは、皆さん、おはようございます。時間になりましたので、群馬大学のウェブオープンキャンパス、ズーム授業体験を始めていきたいと思います。本日担当するのは、大学医学系研究科、医学部医学科ですね、の生化学教室の小西です。で、今日のタイトルは、ミトコンドリアから考える少量分子というふうにつけました。まあこのタイトルでお話をさす、あの、していきたいなと思います。じゃあ、よろしくお願いします。まず、自己紹介から始めたいなと思うんですけども、今、群馬大学に、で研究をしてるんですが、もともとは奈良県出身です。で、大学も実は群大とは違って、名古屋市立大学を卒業しました。で、今、基礎研究、生化学という基礎研究をやってるんですけども、もともとは外科医です。で、研究を始めたきっかけは、大学院に入った時ですね、大阪大学の方に行って、ミトコンドリアを介した、まあ、今日の、講義の後半に出てくるんですけども、アポトーシスの研究を始めました。これをきっかけにして、まあ、研究の世界に足を踏み入れて、で、今はもう外科医はほとんどやっていなくて、研究をもっぱらやっています。大学院を卒業した後は、アメリカのニューヨークのロックフェラー大学の方に留学して、テロメア、まあ、老化に関係する研究ですね、を始めていて、で、帰国してからは、東京医科歯科大学、で、現在の群馬大学で引き続き研究を行っています。で、私は、生化学教室っていうところに、いるんですけども、生化学っていうのは、ここに書いてあるように、生物を構成する物質や生命現象を科学的に、研究する学問になります。で、今日受講されている方の中には、先日同じ群大のウェブオープンキャンパスで病理学の松村先生が授業されたやつを聞いた方もいらっしゃると思うんですけども、ああいうふうに病理学とか解剖学は細胞とか組織の形態を、形を見る学、形から研究する学問ですね。それに対して、生化学っていうのは、目に見えない、物質とか分子を言っています。なので、目に見えないので、科学的な視点から、研究していくという学問になっています。で、私のことをお話ししたので、今日の、受講されている方の、ことも、少し教えてください。今、ズームの、投票画面が出てると思うんですけども、受講している皆さんの学年をまず教えてください。で、あと、高校の、生物を選択している人がどれぐらいいるのかなというのも教えてください。あと、私、医学部に所属してるんですけども、医学とか医療に興味がある方、どれぐらいいるかも教えてください。事前の、申し込みでは、高校に1年生、2年生が多かったみたいなんですけども、今日受講して実際見ている方も、やっぱり1年生、2年生が多いようですね。で、割と生物選択している人もいるみたいですね。ただ半分以上の方は、生物選択をしていない。で、大半の人が医学に興味があるということで、ありがとうございます。この辺で打ち切りますね。一回ちょっと終了させてもらって、結果を共有していますが、1年生、2年生が多い。で、生物選択をしていない方が多いということで、その辺、少し簡単に、噛み砕いて説明していければなと思います。で、今日お話しするのは、このミトコンドリアの話です。で、ミトコンドリアっていうのは、細胞の中にある細胞内小器官と言われる、もので、真核生物ですね。核を持ってる、生物の中に入ってる小器官になります。で、核を持ってない、原核生物って言いますけども、バクテリア、細菌とかですね。そういうやつはミトコンドリアを持っていません。なので、核がある真核生物に特有の細胞内小器官ということになります。で、たまに、植物は、光合成をしますね。それは、この葉緑体っていうやつで光合成するんですけども、
ミトコンドリア植物には、ま、葉緑体があって、動物細胞にはミトコンドリアがあるっていうふうに覚えちゃってる人がたまにいるんですけども、ミトコンドリア、植物、動物、両方ともあります。だから核を持ってる、生物には全員持ってるっていうのが特徴になりますね。で、本日のタイトルですけども、ミトコンドリア考える小老病死。小老病死っていう言葉を、聞かれた方がどれぐらいいるかちょっとわかんないんですけども、これは、実は仏教用語で、お釈迦さんが、言った言葉ですね。生まれると、人間っていうのは生まれると必ず老いるし、必ず病気になるし、まあ、最後全員死んじゃうわけですね。だから、このようにこう生を持って生まれると、それだけでこう4つの苦を、抱えて生きていくことになるっていう、まあ、お釈迦さんの教えに、を表した言葉です。皆さん、すごく大変なことをするときに、シックハックするって、言うと思うんですけども、このシックハックのこの最初の4が、この小、老、病、死の4つの苦になります。で、ちょっと今日はお話ししませんが、ハックの8もこれ4たす4で、もう一個4つの句があるんですね。で、これ、まあ気になる人は後で調べてもらったらいいんですけども、実はお釈迦さんの時代から人間の苦しみってあんまり変わんないんだなっていうことが、多分調べるとわかると、わかって面白いかなと思います。で、まあ、そのお釈迦さんの話は置いといて、今日はこのミトコンドリアからこの小老病死を考えるということになります。で、最初のこの生、生、生きるっていうことを考えていきたいなと思います。で、これは、ちょっと前に、Twitter、SNS で見つけた、まあ、外人がやってるジョークなんですけども、What gives people power? っていうことで、人々にパワーを与えるものは何ですかっていう、まあ、お題に対して、この人は、マネー、ステータスよりも、もっとたくさんパワーを与えるものが、あるんじゃないですかってことで、この人はこれを、まあ、ミトコンドリアと答えたわけです。この人はもともと内科の、血液内科のお医者さんみたいで、実際、ミトコンドリアっていうのは人間にパワーを与える、小器官になります。やってる仕事が、この燃料物質、まあ、栄養ですね。糖質とか脂質とかタンパク質の、持ってる化学エネルギーを、まあ、大量のエネルギーに変換する。ているのがこのミトコンドリアになります。まあ、言ってみれば細胞におけるエネルギー化学工場ということで、人に、まあ、文字通りパワーを与えているということになります。で、この時に今日のキーワードになるんですけども、ミトコンドリアっていうのは酸素を利用することでこの大量のパワーを生み出しています。で、エネルギーってそもそも何ですかっていう話なんですけども、例えば自動車の場合は、ガソリンがエネルギーですよね。例えば電化製品の場合は、電気がエネルギーになるんですけども、人とか生き物の場合は、主たるエネルギー源は、この ATP っていうやつになります。ATP って単語は聞かれたことあると思うんですけども、こういう形をしています。アデノシンっていう、物質に、リン酸っていうのが3つくっついたアデノシン酸リン酸の略が ATP ですね。で、人とか生き物の体の中では、このエネルギーの、まあ、ガソリンみたいな形で蓄えておく物質として ATP を使っています。で、エネルギーが必要になったときは、この ATP からリン酸をこう切り出すんですね。こう1個とか2個。切り出したエネルギーを取り出しています。例えば ATP からリン酸を1個取り出すと、アデノシン二リン酸になるんですけど、ADP ですね。二リン酸になるんですけど、この時に 30.5 キロジュールエネルギーが出てきます。で、2個切り出すと、当然2個減るんで、アデノシン1リン酸になるんですけども、この時はもう少し、エネルギーが出てきます。45.6 キロジュールのエネルギーが取り出せた。なので、まあ、必要に応じてこの ATP を ADP にしたり AMP にしたりすることで、エネルギーを取り出して生命活動に使っているということになります。で、
エネルギーを使っている、臓器なんですけども、主に、エネルギーを使っているのはこの脳になりますね。で、脳は、実は、人の脳って、大きい大きいと言われ、他の動物と比べると、比較的大きいですけども、それでも高々体重の 2-3% しかないですね。ただ、使ってるエネルギーは膨大でして、体全体の4分の1ぐらいの ATP を使ってます。なんで脳っていうのは、ものすごくエネルギーを使ってる臓器ってことになります。で、他、どういうところが使ってるかっていうと、まあ、体を動かすときに当然筋肉は ATP をたくさん使いますね。で、食べ物を食べたものとかを代謝してる肝臓とか、あと、老廃物、体の老廃物を体の外に出してる腎臓なんかもエネルギーをたくさん使う臓器になっています。まあ、こんな形で、まあ、ATP を、ADP とか AMP にして、こう、脳とか筋肉とかで、使ってるということになります。じゃあ、ちょっと質問なんですけども、1日あたり人はどれぐらい ATP を使ってると思いますか？まあ、使ってるってことは作らないといけないので、まあ、どれぐらい合成してると思いますか？20から50ミリグラム、0.02 から0.05グラム、40から50グラム、で、もしものすごく多くて40から70キログラム。どれぐらいの範囲、どれぐらいの単位のところで ATP って作られ、使って合成したいと思いますか？うん。だいたい8割ぐらいの人が答えられてますね。今のとこ、B の40から50グラムが、の答えが多いみたいですね。6割ぐらいの人が。B を選択されているので、まあ、このあたりでちょっと一回、投票締め切りますね。で、答えシェアしますけども、皆さんの答えはこんな感じです。B がどうも、答えが多かったみたいです。まあそうですよね。40から70キログラムっていうと、ほぼ体重になっちゃうので、そんなことないだろうと思うのが普通ですよね。A は少なすぎるし、ってことで B が多分、まあ、妥当な答えだと思うんですけども、実際の答えは意外でして、C です。一般的にはこの体重ぐらいの、ATP を1日あたりですね、消費して、で、まあ、使うってことは作ってるってことなんですけども、合成しています。ちょっと信じがたいですよね。体重、体全部が ATP になっちゃうんじゃないかと思われると思うんですが、まあその疑問も当然なんです。で、実際、体の中にある ATP の量っていうのは、真ん中の40から50グラムだと言われています。なので、なんかちょっと計算が合わないですよね。で、これがどういう仕組みかっていうと、実は ATP っていうのは、もう作られると速攻使われるんです。ATP の分子を作ると ADP とか AMP に速攻すぐに1秒以内に分解されてエネルギーを取り出してしまいます。なので仕方がないので、体はまた ATP を再生、合成して作り出している。だから合成分解のサイクルがすごくたくさん回り続けている。まあ、おおよそ1万回ぐらい、1日ATP っていうのをこう作ってっていうのを繰り返していると考えられ、まあ、計算上そういうことになっている。なので、ものすごい莫大な量、体の中で ATP を作らないといけないってことになりますね。で、それをやってるのが今日お話してるミトコンドリアになります。で、酸素がこれキーワードでして、酸素がない状態、天気的な条件の場合は、ミトコンドリアは働けません。なので、例えばグルコース、砂糖ですね。砂糖から ATP を作ろうと思うと、配糖系って言って、ミトコンドリアと違う場所で、エネルギーを作ります。で、だけどそれは非常に効率悪くて、1個の砂糖とグルコースから2個しか ATP ができないですね。で、それに対して、酸素がある状態、好気的な条件では、
ミトコンドリアが活発に働くことができて、非常にたくさんの ATP ができます。解糖系だけで作られるやつの16倍、の ATP が作る。すごく効率よく ATP が作れるんですね。酸素を使ってミトコンドリアを使うと。で、ミトコンドリアの特徴は、解糖系は、文字通り、糖しか使えないんですけども、栄養素は、脂質とかタンパク質も栄養素としてご飯で食べてますよね。で、これは実はミトコンドリアで使われるんですね。エネルギーに変えるときはミトコンドリアを使わないとこの、糖以外の脂質とかタンパク質からはATP を取り出すことができます。なのでミトコンドリアっていうのは効率もすごくいいし栄養源も いろんな幅広いところから取り出せるってことになります。なので、ミトコンドリアというのはもう生きていく上で必須の器官っていうことになります。で、この時にキーワードは酸素ですね。皆さん、息、今もしてると思うんですけど、まあ24時間ずっと息してると思うんですね。生きてる間は息をしていて、息しなくなると死んじゃうと。で、これは何のために息してるかっていうと、これ、ミトコンドリアに、酸素を届けてる。与えてるという状態になります。じゃあなんとなく息してると思うんですけど、実はその息すると体の隅々の細胞まで行って、その中のミトコンドリアに酸素をあげてるってことになりますね。酸素でミトコンドリアを飼ってるような状態ですね。じゃあまた質問ですけども、皆さん息してて酸素吸うのが当たり前だと思われてると思うんですけども、地球上には、酸素って昔からあったと思いますか？もちろん酸素がないと生きていけないからあったでしょと思えば A。で、ちょっと濃度が違うかもしれないけどあったと思えば B。で、全然なかったと思えば C の選択肢を選んでください。うん。いいですね。今のところは、半分以上の人がなかったと答えて、もらってるみたいで、はい、この辺でだいたい9割方の人が答え終わったので、この辺で締め切りますね。で、答えを共有しますけども、最初 64% の人は C を使っとってる、なかったと、うん。ちょっとこれ残念なことに実はそうなんです。なかったんです。もうちょっとあったと思って。てくれる人が多いと話が進みやすかったんですけど、皆さんよくご存知のように、元々の地球には、酸素はありませんでした。で、それはどうやってわかるかっていうと、まあ、他の惑星を見ればいいですよね。地球は、の空気の中には、だいたい5分の1、約 21% ぐらい酸素が入っています。で、他の惑星ですね、地球と同じような組成を持っている、この地球型惑星っていう、水星、金星、火星ですね、兄弟星の大気の組成を見ると、酸素は全くありません。で、その代わりに二酸化炭素がメインを占めています。90%、95% 以上が二酸化炭素なんですね。これ二酸化炭素は、いわゆる最近話題になっている温暖化を引き起こす、空気、なんていうか、ガスで、非常に地球で問題になっていますね。地球の二酸化炭素って実は、すごく問題になっている割には非常に低くて、0.04% ぐらいしかあります。で、このすごく低い 0.04% がちょっと上がったとかいうのが、この地球滅亡に近づくとか、いう、すごく問題になっている温暖化に結びついているってことになります。で、なんで地球にしか酸素がなくて、他の惑星にはないのか。この違いは、生き物ですね。それは、他の惑星には生き物がなくて、まあ、今のところですけど、今のところ生き物はなくて、地球にだけ生き物があります。それは酸素があるから生き物があるんじゃないかっていうふうに思われる方が結構いるんですけども、実際はこれまるっきり逆で、生き物がいるから酸素があるんですね。下にこう生き物由来の酸素を取り除いて、岩に
まあ、地殻ですね。地殻に含まれている炭素を二酸化炭素として計算し直した。まあ、要するに太古の地球の組成っていうのが真ん中に書いてあります。そうすると、生物由来の酸素を取り除くと、まあ、他の惑星と同じように、大気中の酸素は全くなくなります。なんで、この 21% の酸素っていうのは、生き物由来ってことになりますね。で、酸素原子はどこ行ったかっていうと、この二酸化炭素に行ってということで、生まれたての地球は、やっぱり他の金星とか火星と同じように、ほとんど、大気中はほとんど二酸化炭素でできていて、酸素は全くなかったというふうに考えられています。これは地殻でも、地質学的にも、証明されていて、地球は誕生してから46億年ぐらい。で、生命が誕生してから30数億年経ってるんですけども、大昔の地層は、には、赤い土はなかったんですね。で、赤い土が、地層ができてきたのは20数億年前からになります。これ以上古い地層には赤い色の土はありません。で、この赤い色の土っていうのは、錆です。鉄が錆びたやつ。鉄錆ですね。なので、この辺、地球が生まれてから、しばらく、まあ、20億年ぐらいは、鉄が錆びない環境だった。まあ、要するに、酸素がない環境だったっていうのは、地質学的にも、まあ、証明されているわけです。で、ある時から、錆が急速にできてきたですね。この二十数億年。で、それは何が起こっ、地球上で何が起こったかっていうと、生き物はいたんですよ。生き物はいたんだけど、この二十数億年前に、この光合成細菌が、誕生したと言われています。なので、光合成細菌ができてから、急速に地球上では酸素濃度が上がってきています。で、生き物は、ここの10億年間、ずっと酸素がない状態で暮らしています。なので、今、皆さんは、酸素があるのが当たり前で、酸素は、生きていくために、すごく必須のものだというふうに、捉えているかもしれないんですけども、実は、昔の生物から、生き物から取ると、酸素はもう、今まで環境になかったので、毒ですね。酸素は基本的に非常に反応性が高いので、酸素が、地球上でできてくると、大半の生き物は酸素に耐えられなくて、この時期に死んじゃったと。この辺で生きてたやつは酸素がない環境に慣れているので、ここの酸素が増えてきた時期にほとんど死んじゃったというふうに考えられる。で、今だから、人間がこう、二酸化炭素をたくさん出すことで、地球の環境が変化して、生き物が絶滅するんじゃないかって言われているんですけども、それは結構、地球規模の、時間でスケールで考えると、何回も起こっていて、実は酸素ができた瞬間もそういうことが、地球上では起こっていました。ただ生き物は結構しぶとくってですね、酸素が出てくると、酸素を使えるふうに、代謝を進化させた、細菌ができてくるようになったんですね。酸素が毒なんですけども、無毒化するようなふうに、体を作り変えた、進化した細菌が出てきました。で、これが、好奇的な、細菌。今も細菌はその嫌気性細菌と好気性細菌っていうのに分かれていて、酸素があっても生きていける細菌っていうのがあります。で、そういうタイプの細菌が地球上に、できてきて、それは酸素がある環境でも生きられたんですね。で、真核生物。まあ、私たちの、細胞の祖先は、酸素があると生きていけない。酸素がない環境に適応してたんですけども、そっち側も実はしぶとくってですね、これ、私たちの元の原子細胞ですけども、こいつは酸素がダメなんです。酸素があると生きていけないんですけど、酸素があるので仕方がなしにかなり苦しい思いをして、で、どうしたかっていうと、隣にこういう酸素を使えるバクテリアが来ると、そいつを飲み込んだ。で、体の中に取り込んでしまったと。で、この取り込まれた、細菌の名残がミトコンドリアになっているというふうに
ていう考えられています。ミトコンドリアと、まあ、共存共栄をし始めたのが真核生物の、まあ、祖先だというふうに思われます。要するにだからミトコンドリアというのは私たちの細胞に寄生している、もともとは寄生生物だで、なかなかにわかに信じがたいんですけど、これミトコンドリアを染めて顕微鏡で見ているムービーになりますけど、これがこんだけ細胞です。で、この中で白く動いて、むにょうにょ動いているのがミトコンドリアです。細胞とは全く無関係に細胞の中で勝手に動いて、中には分裂して増えたり、くっついて伸びたり縮んだり、まあ元々のその私たちの細胞とは無関係に動いているのが、まあこの動画を見てもらうとすごくわかりやすいと思うんですけど、なのでまああんまりこう実は細胞ミトコンドリアって勝手気ままに細胞の中で暮らしていて、まあこれを見ると割とまあ寄生生物だなと、寄生してるなと言われてもまあ納得できるかなと思います。で、まあだから生きていくためにミトコンドリアっていうのはまあ仕方なしに私たちの祖先が取り込んで、で、共にこう発達していって、今ではもう生きていくためにはなくてはならない、まあ、エネルギーを作り出すためになくてはならないような、細胞内の器官ということが言えると思う。で、続いて、老いについて考えてみましょう。で、先ほど言ったように、ミトコンドリアっていうのは、エネルギーを作ります。その時酸素を使うので、まあ、材料を酸化させてるってことですね。酸化させてるってことは燃やしてるってことになります。まあ、要は、細胞の中で エネルギー分子を燃やしてるってことになります。いや、皆さん焚き火しますよね。で、普通外でやりますよね。家の中で焚き火する人はなかなかいないですよね。だから危ないからですよね。で、なのでミトコンドリアも実は危ないことをすごくやっていて、活発に動くと、ミトコンドリアが働くと、活性酸素って言われる、まあ、酸素よりもさらに反応性が高いものを、まあ、作っちゃうところが知られています。これはすごく反応性が高いので、生体分子、例えば DNA とかに反応すると、DNA をパスッと切っちゃう。で、脂質、油に反応すると、油を強力に酸化します。酸化した油は体に悪いから、食べないように、取らないようにねとか、言われると思うんですけども、それが体の中で起こってるっていうことになります。生きていくためにミトコンドリアが働くと、こういう生体分子を傷つけて、これが蓄積していくと、まあ、老いにつながっていく。細胞の老い、もしくは全身の老いにつながっているというふうに考えられる。なので、生きていくための働きが、まあ、老いにつながっちゃう。まあ、まさに、生老病死の、考え方そのものってことになります。で、次は病気ですね。ミトコンドリアのが原因になる病気も知られています。で、ミトコンドリアって先ほどから言っているように、もともとは別の細胞です。なので、実はミトコンドリアの中にも遺伝、DNA があります。遺伝情報が入っています。ミトコンドリア DNA という形で入っています。で、通常細胞の、遺伝情報というのは核の中に入っているんですけども、それとは別個にミトコンドリアの中に DNA があるということになりますね。これはだから、もともと、持ってた、ミトコンドリアの祖先が持ってた DNA が残ってるってこと。ただ全部残ってるわけじゃなくて、ミトコンドリアの中には3000ぐらい、タンパクが3000種類ぐらいあるんですけど、この大半は、実は核にもう移動していて、核の中に、情報が入ってるんですけども、13個だけはなぜかミトコンドリアが抱えてるんですね。で、また多分ミトコンドリアのアイデンティティを保つために抱えてるんだと思うんですけど、この13個ってすごく大事なタンパクで、ATP をそこに必須なタンパク質になります。なので、すごく大事な情報だけ、未だにミトコンドリアが抱えてるんですね。ただ、ミトコンドリアは先ほど言ったように、活性酸素が生まれる場なので、そこに DNA、大事な DNA があると、それが傷ついちゃうってことになります。で、これが傷つくと、まあ、病気に ATP が作れなくなるので病気になるんですね。で、ただ、幸いなことにミトコンドリアは細胞の中にたくさんあるので、たくさんの DNA が、傷つかない限りは、正常です。で、不幸にも、まあ、こういう損傷した DNA、
ミトコンドリアがたくさん溜まってしまうと、そういう細胞はエネルギーがうまく作れなくなって、異常な細胞として病気の原因になります。で、症状が現れるのは、ATP をよく使っている脳とか、まあ、筋肉に異常が現れるので、ミトコンドリアの病気は、ミトコンドリア脳筋症、脳筋症と言われていて、こういう場所で、異常が出てくる病気を起こす、ことになります。で、最後、ちょっと時間が、来たんですけど、まあ、ちょっともう少し、お話ししますね。最後、死についてお話しします。アポトーシスって言った言葉を聞いたことある方いらっしゃると思うんですけども、私たちの細胞っていうのは、自然に死ぬようにプログラムが組まれています。死のプログラムが実は組まれているんですね。で、代表的なのは、この指を作るときに、指の作り方はいきなり指ができるんじゃなくて、こういうラケットみたいな平たいのができて、で、指の股のところの細胞がアポトーシス、プログラム細胞子と言われる機構で死んでいきます。この緑色に光ってるやつがアポトーシスを起こしている細胞なんですけど、ちょうど股のところだけこうアポトーシスを起こしていって。最後、こう、指の形になるんですね。で、なんでこうなるかはよくわかんないんですけど、多分、これが一番指の形を作るのに、合理的なんだと思います。これ、フォークを作ってる会社のホームページから取ってきたんですけども、フォークは、金属の板をこう、抜いて作ってるんですけども、いきなりフォークの形にはくり抜かずに、最初こういうパッド状に切り抜くらしい。で、先端をこう成形してうまく作り変え、よくしてから、で、改めてこうフォーク状に成形する。だからこれがだからフォークをうまく作る、合理的なやり方だと思う。で、こういう指も、こういうのが多分理にかなっている仕組みだと思った。で、カエルの尻尾が消えるのも、まあ、オタマジャスキン口の尻尾が消えるのもこのアポトーシスですね。で、細胞がアポトーシスしている、の状態はこんな感じです。これ、がん細胞に抗がん剤を振りかけて、そうすると、細胞が死ぬんですけど、この死ぬ、このポコポコ丸くなって、動いてるのが全部死んでる細胞なんですけど、実は抗がん剤っていうのはこのアポトーシス、細胞の自殺機構をうまく利用して、がん細胞をやっつけていることになります。で、この時、ミトコンドリアがすごく大事な働きをしていて、ミトコンドリアの中から、アポトーシスの誘導分子が、飛び出してきます。これ、真ん中がミトコンドリアですね。で、左側がこの誘導物質なんですけど、シトクロム C っていうアポトーシス誘導物質なんですけど、最初は、ミトコンドリアの中にあるんですけども、抗がん剤を振りかけると、こんな感じで、バーッとミトコンドリアから全部飛び出してきて、細胞質の、ミトコンドリアの外に散らばっていくんですね。これがアポトーシスを実行させる、プログラムを動かしていくことになります。で、実際、こう、ミトコンドリアからこのアポトーシスの誘導物質を出なくした、ように改造したバンクを調べると、こういう感じで指の股のところに水かき用のものが残っていて、まあ、要するに指を、の間をこう、アポトーシスが、で、消すことができなくて、水かきが残っちゃったり、まあ、リンパ球もアポトーシスで死んでいくんですけど、それが死ななくなるので、こういうふうにリンパ節とか脾臓が腫大したり、これは X 線をマウスに照射して、腸管上皮を見てるんですけども、腸管上皮は X 線にすごく弱い、アポトーシスで、こうボロボロに、剥がれて脱落していきますが、この誘導物質が出なくなるように改造したマウスでは、この綺麗な腸管の絨毛組織が残って、ほとんどアポトーシスが起こります。まあ、こんな感じで、ミトコンドリアっていうのは死にもすごく重要な働きをしているんですが、これは、アポトーシスは、体の全体の死とはちょっと違って、指が作られているとか、からわかるように、この死っていうのは、実は体のを生かすために、死んでるっていう、面白い現象になっています。なので、まあ、これで、ミトコンドリアから見た、生
老、病、死の話が揃ったので、まあ、このあたりで、本日の、模擬授業は終了にしたいと思いますね。で、まあ、ちょっといろいろお話ししたんで、いろいろ、頭が混乱しているかもしれないんですけども、何かこう、生き物とか細胞とか生命の不思議を、感じてもらえれば、幸いに思います。